ロンドンブーツ一号二号田村敦史のニュースクラブ今週も始まりました田村敦史です一緒に番組を進めていくパートナーは弁護士の島田さくらです文化オースアナウンサー砂山圭太郎ですよろしくお願いしますさあ今日一時代のニュース解説で、うん、憲法学者の木村聡太さんがいらっしゃってはい。 さらに弁護士の寺原真紀子さんをお迎えして2週間後のまあ衆院選の争点の一つにもなっています、うんうん、え政策を見比べる上での一つのポイントでもあります選択的夫婦別姓制度について考えます、はい、で淳さんがツイッターでもアンケートを取ってたんですよね。そうなんですよこれがまあちょっと気になったのは一部の方の言葉の荒さに驚いたという。両方ですけどねその、はい 右に右翼思想の強い方その左翼思想の強い方も両方とも言葉が悪いですその極めれば極めるほど。どっちがってことではないでしょうけどね、まあ、そ,のそんなにこう言葉を荒げて議論しなきゃいけないぐらいこうみんなの関心事なんだなと私は捉えましたけど最終的には。うん だけどその俺にものすごい言葉でその語気が強い要は罵詈雑言、うん、誹謗中傷みたいな形でこう潰してこようとする人を見に行くんですね僕も。うんはい、どんな人なんだろうと思って大体、まあ、いい俺のことフォローしてないですよ。でだいたいその サムネが富士山とか <laughs> それも悪いって言ってないよ <laughs> はい、はい、そういう人が傾向として多いっていう旭日記を掲げてたりとか <laughs>、うん、富士山 <laughs>、はい、まあ日本が大好きだってことなんだと思うんですけどその方からするとお前はこう左翼思想家みたいなことすごい言われるんですけど俺どっちかっていったらだけどものすごい右の方にいる人からすると俺は左なんだ。 で,しょうね、でもその右か左かっていうところのそのポジションを決めた上でのトークっていうのは僕はあんまり好きじゃないので、まあ、この選択的夫婦別姓に関して言えば僕は賛成の立場なんですよ。うん、で僕が賛成だということはまあ僕個人の思いなのでその誰から,からこうものすごいこう何て言うんですか強要させられるものではないと思うんですね。僕はこうう思いいますという意見なので、うん だけどやっぱアンケートとか取るとお前は自分の,あの思った通りの方向にこうみんなを誘導させたいからそんなアンケート取ってんだろうが始まるんでなんかその高市さんがアンケート結果で伸びたじゃないですかで僕その総裁選の時,の選の時にでその時に僕何にも言ってないんですよ「これがアンケート結果です」でよくぞ公表したってそういう人は言うんですけどありのままを公表して淳偉いみたいな。だけど今回のだってやっぱ都合が悪いデータになって。 で怒り始めるのってそのなんていうんですかアンケート答えてる側のちょっと右の思想が強い人がそういう風に言うなと思ってもそういうデータは一つ取れてます、うん、あとタケノコの里とキノコの山ってどっちが好きですかってアンケート取るとするじゃないですか、はい、そしたら僕のそのツイッターのアンケートでもう六十パー タケノコの里40%キノコの山って出たら、うん、もう1時間で出たその答えがずっと24時間経っても48時間経ってもずっと同じなんですよ、うん、データが。うん、だけどこういう政治的なアンケートを取るとあの最初こう出てきた数字が。 三時間だったら、もうま、ま逆転してるんですよ。あの総裁選の時もそうでしたもんね。<laughs> そうそうそう、後から、こう、おい、なんか、ああ、私がアンケートやってるぞ、おい、みんな集まれです。<laughs> ガーッと、こう、始まるから、まあ、それが悪いって言ってるわけじゃなくて、一つ。気づきましたっていう。だから、もう、私は政治的な案件の、そのアンケート、ツイッターで取らないっていう。ことにしました。<laughs> うん、だからのの、タケノコの、山、キノコの。 たけのこの里きのこの山どっちが好きですかみたいなアンケートは取りますけど <laughs> 選択的夫婦別姓賛成反対みたいなもう怖いもんね政治的な賛成の人も反対の人もそ,のそ,それぞれ意見を言い合いましょうよみたいな場を作りたかっただけなんですけどなんかあいつは賛成派だから反対派の意見をこうアンケート使ってねじ伏せようとしてるけしからんみたいな。

ね、そこは岸田さんのう寛容であってほしいですけどねお互いねうん僕は寛容でいるんですけどね声を荒げたこともないですしねこの件では、ね、でまあ YouTube のね、うん、あの配信誰か来てくれませんかそうそうだから反対の意見だから反対の人はどういうことをもって反対と言ってるのかが知りたいので誰かいませんかっつったら武田常康さんがあの名乗りを上げていただいて「 あの明治天皇のねやしゃごの武田恒康さんが手を挙げていただいたんで是非今スケジュール調整してるんですけど<ー>うちの吉本に「スケジュールくれ武田さん」と「あのー。 対談したいからって言ったら「11月12日しか空いてないです」って言われて「いやそれだったらまた吠え出すからす、ね、富士山と旭日記を掲げてる人が <laughs> お前なんで対談するって言ったのにやらねえんだ」ってなるから <laughs> はやもっと早いところ <laughs> 夜でもいいって武田さんはおっしゃってくれてるんでうん、うん、ちょっと夜中の対談になるかもしれないですけど今スケジュール調整をしてるところなんで選択的夫婦別姓の反対の意見を武田恒康さんにちょっとご解説いただきたいな と思います僕はあの賛成派なんですけどね、うん、なんか VS 構造に持っていきたがる人ね多いですけどねもう僕なんでもうそんななんか。 あの朝生みたいなあの嫌いですから <laughs> あの大人がおじいちゃんおばあちゃんが声を張り上げるのとか見てられないのでもうちゃんと冷静にあの武田さんからいろいろと解説していただこうかなと思ってますまた報告したいと思いますではそろそろ始めてまいりましょう田村敦史のニュースクラブ本日もスタートです改めましてロンドンブーツ1525田村敦史です 弁護士の島田さくらです文化放送アナウンサー砂山慶太郎ですでは砂ちゃん本日のメニュー紹介をお願いいたしますはいこの後一週間のニュースを一気にチェックする今週の気になるニュース今日は憲法学者の木村聡太さんとお送りしていきます さらに気になるニュースでは弁護士の寺原真紀子さんにもお越しいただき選択的夫婦別姓制度に関してそして同性婚問題についてもお聞きします、はい、1>, 1時40分頃からはゲストコーナー今週のすごい人今日は天皇皇室研究者の高森明則さんをお迎えします、うん、今回のテーマは議論が急がれる皇位継承問題についてです高森さんは本の中で 現在の皇室転搬は構造的な欠陥を抱えているとお書きになっていて放置すれば行位継承者が不在になるのは避けられないとおっしゃっています、うん、行為の安定継承を目指すために大切なこととは何でしょうか また、女系天皇と女性天皇の違い、うん、なぜ女系天皇は認められないのかなど。皇室と日本の未来を考えます。二、はい、時三十分頃からメールコーナー、篤志の部活。こちらのコーナーにも、木村聡太さん、寺原牧子さんにご出演いただきます。うん、で、募集するテーマは、あなたは選択的夫婦別姓に賛成、<laughs> <の>反対。ですや,るのやります。また。<laughs> あれるよ。まあだから、まあ、ツイッターでやると。 ツイッターというよりかはメールでメメーールルででやってのか聞いて意見はこうですっていう意見を書いてくれるからね教えてくださいそれをもとにいろんな話ができたらなとメールの方がねちゃんと足がつきますからねこの人はどこの誰かねってそこまでは分かんないにしても送ってくる人はねちゃんとね論拠を添えてというかお考えを添えて賛成でも反対でもどちらでもいいんですよニュースクラブとしては。ただその 賛成の意見反対の意見をおっしゃるときには誰が見ても気持ちのいい言葉遣いでぜひともお願いしたいと思います理由も書いてお待ちしていますあなたは選択的夫婦別姓に賛成反対賛成か反対かその理由も書いてメールお待ちしています 2>,、はい、2時45分頃からは皆さんの身近な悩みに応えるコーナー今週の悩める人弁護士の島田さんに法律の観点からお答えいただきます 番組へのメッセージ、ゲスト高森明憲さんへの質問を受け付け中です。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク j o q r ドットネット。ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。ツイッターのハッシュタグはカタカナでニュースクラブです。あなたからのご意見お待ちしています。ではこの後憲法学者の木村聡太さん登場です。 東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦之のニュースクラブ。ここからは今週の気になるニュース。今日は憲法学者の木村聡太さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。い,ますいやーちょっと木村さんにもね本当助けてっていうこう SOS を出そうと思ったんですけど、<laughs> 自分なりにこうあの選択的夫婦別姓、うん、あの。 武田さんと対峙してみよう、うん、でその後に木村さんになんかこういうふうに反対の人に意見言われたんですけどどう思いますかって相談しようと思ってたんですが、はい、僕のツイートもご覧にああのもうリツイートしたうえで、はい、あの大目についたものについてはこういうのがありますけど全部誤解ですみたいなツイートを私もしております。<laughs> ありがとうございますちょっとあの木村さんの あの意見もこう取り入れながらちょっと武田さんと <laughs> 武田さんとの対談中もし困ったらですね、はい、あの電話いただければ私答えすそれだったらもう武田さんと木村壮太さんのねマッチメイクを告はして僕審判するるとまたらられるでしょうかょょ直でやるのはあれなんで、まあねまあ、電話いただければこ,こういうこと言ってる人がいるんですけどって言ってくれれば <laughs> あそれは誤解ですねこういうんですっていうふうにそんなテレフォンクイズ番組でし見たことない <laughs> そうですね <laughs> 一 <laughs> 回だけテレフォン使っているまたねその時になったらちょっとお力を借りるかもしれませんが本日のニュースすなちゃんお願いしますはい今週だごめんなさいまず一つ目朝日新聞から <laughs> 衆議院が解散総選挙へ岸田文雄内閣は十四日午後衆議院を解散しました解散後の選挙日程は今月十九日公示三十一日投開票です 衆議院の任期満了を超えての衆院選は現,現行憲法のもとでは初めてで解散から投開票までは17日間で戦後最短となります選挙では新型コロナウイルスへの対応のほか森友家桜を見る会の問題など前政権までの負の遺産をめぐる姿勢も問われます続いては読売新聞から岸田総理3回目接種全額公費負担を表明 岸田総理は所信表明演説に対する衆参両院の本会議での各党の代表質問で新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について全額を公費で負担し12月にも始める方針を表明しましたまた野党側が主張した消費税率の引き下げに対しては否定的な見解を示しました3つ目は時事通信から金融所得課税一点先送り格差是正早々につまずき 岸田総理は1億円の壁を打破するため金融所得課税の強化を選択肢の一つと説明していましたが日経平均株価が8営業日連続で下落するなど投資家心理の悪化を招いたほか産業界からはリスクマネーの供給を阻害し明確に反対だなどと再考を求める声も噴出していました。 格差是正のため金融所得が多い富裕層の税負担が軽くなる構造の打破を目指しましたが政権発足早々につまずく格好となりました4つ目は BBC ニュースから G20 ・アフガニスタン情勢で緊急首脳会議 G20= 主要20の国と地域は武装勢力タリバンが復権したアフガニスタン情勢に関する緊急の首脳会議をオンラインで開催しアフガニスタンの経済的大惨事を回避すると約束しましたこのサミットに先立ちアメリカ政府関係者とタリバンはカタールの首都ドーハで8月末の米軍撤収以来初めてとなる対面協議を行い 人道支援の提供やテロの懸念外国人の避難などについて話し合いました5つ目は産経新聞から魅力度ランキング44位群馬県知事法的措置検討民間シンクタンクブランド総合研究所の令和3年の都道府県魅力度ランキングで群馬県が下位の44位に沈んだことが判明し 山本一師知事はランキングの根拠が不明確だとして法的措置を含めた検討を始めたと明らかにしました会見では根拠不明確なランキングによって県に魅力がないとの誤った認識が広まるなどと懸念を表明しランキングは県民の誇りを低下させるほか観光業など経済的な損失にもつながると指摘しました6つ目は東京新聞から子どもの自殺、不登校過去最多に 文部科学省は2020年度に全国の小学校中学校高校から報告があった児童生徒の自殺は415人で調査を開始した1974年以降最多だったと発表しましたまた病気や経済的な理由以外で年間30日以上登校していない不登校の小中学生も196127人で過去最多でした 新型コロナウイルス禍が子どもの心身を蝕んでいると見られ文部科学省は極めて憂慮すべき状況にあるとし相談体制や窓口の充実などに努めるということです最後は日刊スポーツから山口百恵、おばあちゃんになる歌手の三浦雄太郎さんの妻で声優で歌手の牧野由衣さんが自身のインスタグラムで第1子の妊娠を発表しました 俳優三浦智勝さんと元歌手の山口桃江さんの長男である三浦祐太郎さんはこの件に関してツイッターでこの度私たち夫婦の間に新しい命を授かりました温かく見守っていただけると幸いです今後ともよろしくお願いいたしますと報告しています今週の主なニュースをお届けしましたさあ 木村さんが注目したニュースどれになるでしょうか。はい、えっ、ー、とまあ選挙についてはいろいろ報道もあるかと思うので、はい、その中で注目があったのは注目したのがですね群馬県知事法的措置検討ですね。うんうん、これってあのそもそもえっ、ー、と誰が何を訴えるんだろうっていうのが非常にこう、うん、法的には興味深くてですねいろいろ考えてしまいましたね。<laughs> うん、えと県っと検定行ってもあの、うん、県庁 っていう意味と、うん、県政府ですね県庁っていう意味と、はい、県っていう地域っていう違いがあって、うん、で確かにその県庁が侮辱されたとか、うん、あの全く事実無根のことを県庁の仕事について書かれたってことであれば、うんまあ、県知事として対法的措置を検討するまあ,、まあ、あの分かんなくはないんですけど,どえと。 県というか群馬の地域の魅力についての発信だと、うん、これは県庁について言ってることじゃないんで県知事が訴訟を起こすのを許さないっていう話にはまあできないということで、うん、まああのどういう訴訟を検討してるのかっていうのはちょっと難しいなってことです <laughs> ね検討はしてるけども、ええ、これよく教えるときに間、まあ、違うんであの学生にも地方自治法とか教えるときには、うん、あの何々県って言ったときに地域のことを言ってるのかそれとも、えー、自治体とか県庁の のことを言っっててるのかっていうことをちゃんと分けて話しましょうねっていうことをあの注意するんですけども、うん、まあちょっとこの山本知事のです、ね、言い方だとここが区別ができないかなとなるほどでも検討した結果、うん、あまあだめだってこともあるかもしれない <laughs> ってことにしかならないってことですよねただ,ただあの問題提起自体私も分からなくはなくてです、ねはい、やっぱり地域を貶としめるっていうのにはすごく慎重であってほしいなとは思うんですよね、うん、最近そのブラック差別に関する重大な判決が1個出たんですけれども。うん えー、やっぱりその地域の魅力が低下さするとかその地域というものを差別した時に訴訟にするのがすごく難しいんですよね。個人に対するもものでもないし、うんうん その県庁にに対するるもものでなないってことになると、うん、地域を侮辱してみんなが暮らしにくくなってるんだけれども、うん、それを訴える方法がないみたいなことにもなりやすいのでやっぱ特定の,あの地域を貶としめるようなことになるような言葉っていうのはあの注意してほしいしランキングを出す時も工夫をしてほしいと思います,しですね、うん、ま群馬県私もあの知り合いがいてすごくお蕎麦がおいしい地域だとかいろいろ魅力があるので、うん、ま是非そこはあの、まあ、訴訟は訴訟 のことでできないかもしれないけれども、地域を貶めることには注意をしてほしいなと思いますね。確かに。だから、ランキングひ低くなってしまったところは、まあ、ここの、まあ、ど、どういう雑誌なのかわかんないですが。あ、こう、ブランド総合研究所か。うんうん、が、こう。 アンケート取った感じそうなってんだったとしたらここが魅力的だよっていうのを回になればなるほど、うん、魅力が上がりそうなところも付け加えた方がいいですよねただのランキングだけではなくて、うん、知られてないからこういう魅力を発信していきましょうっていうことを合わせてあのもっと力を入れて伝えて <laughs> 欲しいとまあ、そういう意味では山本知事が危機感を抱くとかこれにあの不快感を示すねまあのは分からなくはないなという気もしますね茨城県がこう最下位になった時になんかそれを、ね、逆手に取ってちゃんとその PR をするっていうのもありますからね <laughs> あまそういう方法もあるからそれを 栃木うまくやったんですよね栃木は去年最下位で41位に上がりましたちなみに淳さんと私の山口県は42位にランクダウンしましたランクダウン32位から42位にランクダウンしましたでも下の下にいる県はもう上がることを目指したらすぐ結果が出ますから目指しましょう上をさあ続いてもう一つやっぱり非常に気になるのは子供の自殺不登校過去最多にというところですよねでこれ今あの本当。 子どもがその登校しない場合の調査の方法ってのはすごく難しくって、うん、まあ一応病気は除かれてるっていうけど例えばじゃあ感染が非常に怖いので、うん、1>, え1週間休みますって言った時に何的理由になるのかっていう統計の取り方は結構難しいと思うんですよね。それれからやっぱ感染が怖いので出席したたくありませんって言われた時に、うん えとあの実は大学ででも結構あるんですよね、うん、あのオンラインの講義をずっとやってきたので、うん、緊急事態宣言が明けて対面ができるようになりましたって言った時に「うん、いやでもちょっとやっぱり心配なので」って言われるとなかなか子ども大学としても「そうかそうか」っていうことになりやすいしでそこはでも学生の,、まああの権利だろうっていう気もするんですよね、うん、完全に収束したわけじゃないわけですから、うん、えと心配だということにも寄り添わなきゃいけなくてそういう場合に、うん、でも出席扱い にあのまあ大学とかだと、ね、オンラインであのゼミに出るとかってできるけど、はい、あの小学校とかだとなかなかそのオンラインにも限界があったりするので、うん、えじゃあ欠席扱いにするのかっていうとそれはそれでペナルティになっちゃいませんかということでうま、ん、いカテゴリーを1個設けてですねあの記録を取ってほしいなと思いますよねこういういこことはなるほどねこれ、島田さんどう思われますか。子供の自殺不登校過去最多 そうですねなんかこう大人たちの不安って本当にすぐ子供に伝わるのでうん、うん、大人自身がこれからどうするんだろうどうなるんだろう仕事はどうなるんだろうっていうその不安感も子供に伝播してるうん,、うん、なんかその子供自身があかかったら怖いなって思ってるよりも大人のそのふんわりした不安感がどん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 伝播して余計未来が見えなくなっていってる気がするので、うん、まあ だからどうしろっていうところはないんですけど大人みたいにじゃあ科学的にこう考えたら今後はこう収束していくなとかワクチンが普及したから今後下がっていくなとか、うん、そういう判断ができない子どもたちに対して不安を与えるだけじゃなくってこうなったからなんか今後は安心だよみたいな話がもう少しできるというなと思いますね。 さあ、えー、このコーナーここで時間いっぱいとなりましたこの後は弁護士の寺原真紀子さんにもお越しいただいてさらに気になるニュースです。 文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブ、えー、憲法学者の木村壮太さんと一緒にお送りしておりますがここからは弁護士の寺原真紀子さんにもお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします寺原さん前回7月にもご出演いただきまして、はい、選択的夫婦別姓についてお話をいただきました今回もよろしくお願いしますまず早速なんですけど最初に今週11日に東京地裁でありました、うん、同性婚の 当事者尋問についてちょっと話を伺わせていただきたいと思います。 同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法24条などに反するとして同性カップルらが国に賠償を求めた訴訟で7人の原告の本人尋問がありました、まあ、これをちょっと寺田さん解説をお願いしたいんですけどよろしくお願いします、はいはい、あの私この訴訟の弁護団の共同代表でもあるので一日尋問やってきたんですけどもともと前の裁判長の時にはこの原告の尋問自体が不要だということで。 尋問もしてもらえないということを言われてたんですけどあの皆さんのいろんなご支援等々あって裁判長がちょうど交代になり無事尋問ができたという流れでした。 であの内容としては本当お一人お一人切実な思いを語られたんですが例えばその女性カップルの方はあのお子さんをお二人でずっと育ててらっしゃったんですけど、うん、家庭内ではすごく幸せに過ごしていたけども、うん、そのお子さんが学校では自分の,その、まあ、お母さんが二人いるよっていうことはあの言えないっていう状況が続いていて、うん、でとても子どもにとってもその同性婚がないことであの不憫な思いをさせてしまったっていうお話をしてくださったりとか。 あとあの男性カップルであの1人あの脳出血で今年1月亡くなられた原告さんがいらっしゃるんですけどその残されたパートナーの男性原告さんがあの尋問でそのやっぱり病院で法的関係がないっていうことで病状をやっぱり医者から説明してもらえなかったとすごく辛かったと二重に、うん。うん であのまあ、亡くなってしまったんだけどもその亡くなったパートナーの思いを引き継ぐという意味でも一、うん、人になってもこの訴訟は原告として、まあ、やっていくっていう決意しましたっていうお話をしてくださったりとか全原告さんに共通してたのはこれは本当に自分たちのためというよりも同性婚がないことでやっぱりその将来の自分を、まあ、思い描けずに生き悩んでる子どもたちとか。うんうん 若い世代の人たちに自分と同じような辛い人生を繰り返してほしくないので、うん、ってどう思いでしたね。これ木村さん婚姻の制度っていうものはどういったものをこうあの保障されてるものになる まあ、あの婚姻をするとですね、えー、とまずはお互いに一緒に生活したり、うん、一緒に支え合う義務というのが発生するし、うん、相続権も発生すると、はい、であの租税とかですねそれから社会保障についてもさまざまな優遇が受けれるようになって一つの家族として法的に認められる、うん、ということですねまたあの今言った今おっっしゃったようにですね。 えと病院とか学校とかで家族の範囲がどこまでですかっていう時の,あの扱いの事実上の基準になっているのでやっぱ婚姻が認められないとあの直接の法的な効果だけではなくて社会的にえちゃんとした家族ではないという差別を受け続けることになっちゃうっていうことなので当事者の話を聞くことがすごく大事なんですよねっていうことですね。 どうなんですかこう当事者の方の話を聞いて何かこう、うん、あ動きがっていうか風が変わったみたいなのっていうのは感じられましたかあの実は裁判長がものすごくうなずいていて結構珍しいんですね大体裁判長ってずっと下を向いて何かを入ってるか読んでる、うん、だけどずっとまあ,あ10時半から5時ぐらいまで、うん、あの原告の目を見て多分首が本当疲れちゃうじゃないかっていうぐらい。<laughs> ああそんなにう、はい、頷く回数が女性の私と同期の裁判官なんですけどうなずいたからってじゃあ本当にいい判断を書くかって、うん、イコールではもちろんないんですけど尋問の位置づけっていうのはもちろんこれ憲法訴訟なので、うん、最後に判断を書くときは憲法論の憲法解釈とか、うん、法律論っていう法律の話なんですけど、うん、やっぱり裁判官も人間なので最後本当にどうしようどっちにしようっていう時にときに 背中を押してくれるのはあの時の尋問の時の原告さんのあの様子とか、うん、そういうことなのでやっぱり人間なのでその効果というのはあの十分あったかなと思ってます木村さんはどう見てますかもともと強雑物って言われたって話ありましたねそうです強雑物って前の裁判長には物。不要なもの、うん、邪魔なものって言うんですけど<ー>前の裁判長がね、はい、原告の尋問をする必要があるっていうふうに弁護団が主張したところ、うん、裁判長がそういうことを、はい 実際使ったんんでですねそうな原告の尋問というものは不要なもの共雑物だからってちょっと我々も辞書調べたんですけど分かからなったすごい意味合いですよね。って言われたら「はてな」ってなるからどういう意味なんだろうと思うけど家に帰って調べた結構原告さんもこれは自分たちの尋問が共雑物不要ってことは自分たちの生きてきたストーリーをお話しするっていうことが不要だってことだからすごく悲しくなってしまって。 確かあのやっぱり存在がちょっと否定されたような気持ちがするとおっしゃってましたね。うんうんうん、なるほどね。まあそしてこの選択的夫婦別姓の導入に関してもね、ちょっとお話をいただきたいなと思いますが、<laughs> その前に作られたんですよね。うん、衆院選に向けてマリーフォン国会メーターと。あ、これは何ですかこれ？何なんでしょうか？はい、これすみませんまだ、あ、同性婚の話なんですけど、はい、あのー。 サブウェブサイトなんですけど各現職の国会議員さんあるいはその候補者の方が同性婚に対して賛成なのか反対なのかどちらとも言えないなのか無回答なのかってことをすごくあの分かりやすく検索できるサイトであのなので各人がうんあのそれを見てまあ選挙で投票があのしやすくなるし。 かつ連絡先とかツイッターとかも全部載せてあるので <laughs> もし賛成の方にはありがとうっていうエールも送れるし<ー>反対とかだったらちょっと考えてくれませんかっていうお手紙を直接送れるようになっていてい、うん、なのでなかなかご自身の、ね、意見が国政に反映されないって諦める方が結構多いと思うんですけど、うん、具体的なアクションを。 取れるることができるのでき、うん、のもう URL がねメーター .marriageforall.jp、はい、まあみんながこう結婚できるようにっていうのが URL になった。<laughs> これは あの番組のツイッターでもこのサイトを貼っつけますのでぜひそっちから飛んでまあ見やすす、まあまあ、やすいいですねありがとうござま実際まだ10日ぐらい前なんですけどその立ち上げたのがすで、うん、に多くの国会議員の方からご連絡いただいていて、うん、今まで無回答って発表してたけど自分たちは、うん、ここのサイトで賛成に書いてくれと。 うん、賛成というふうに、サイト上に変更してくれっていう議員の方々から、もう、ちょっと手応えを感じてるてと、ね <laughs>。なるほど。はい、こうやって可視化されちゃうと、意見がね。あ <laughs>、ねはい、いやいや、俺は、そう賛成だと思ってる。から困るよってことですよね。ね <laughs> そうなんです。はい。うん。すごいですね。うん。こういうところで、当事者の方もですね、意見を言いやすくなると思いますし。先ほど共雑物の話がありましたけど。うん、まあ、本当に純粋に理論的な憲法訴訟だったら、そういうこともあるかもしれませんが。うん、今回は、その、どれだけ社会で差別。を 受けてきたかっていうことも重大な問題なので全く共雑物ではないのでぜひどんどん当事者の方もこれでいろんな方にですね声を届けてほしいですよね。あと数が集まるってことはねやっぱものすごい力にもなりますもんね。でこれたまたま同性婚を一緒にしたウェブサイトですけどいろいろ探せば他のそれこそ選択的夫婦別姓とかで青野さんがちょっとウェブサイト作ってらっしゃったりするので個人的にはいあの。なので そういうの、皆さん、ご覧になってっ。 あの投票の際に参考にできるようになってます。それがまた一つにななるといいですけどね、そなかなか難しいんですか。やっぱこう一週ごとにやっぱ分かれていかないとってことなんですかね。<laughs> さんはね両方やってくださってます。<あ>なんか。そうなんですね。このマリフォー国会メーターの情報をもとに、同性婚もなんか並列して書いてくださってます。うんはい、でもこの国会メーターって木村さん、<laughs> こうどんどんこ,こうやって可視化してくれるとは。自分が判断する時の材料のになりやすいですよね。うん、ですね。どんどんやってほしいですね。うん そして選択的夫婦別姓導入に関してですが、はい、まあ衆院選の1票を投じる1つの選択肢としてこう、まあ、あのみんな、ね、それぞれが今考えているところだとは思うんですけども寺原さん、どういうふうに今の動きを感じていいらっしゃいますすかそうですねあの、まあ、これがあの自民党の総裁選でも、うん、今回の選挙でも 大きいイ슈としてあのいろんなところで取り上げられてるってことはすごくいいことだと思うんですね。うん、で実際これも何十年も前から国会の中ではもう何十回も議論もされていて、うん、あの長い話なんですけど、うん、なかなかそれが今回ほどそのメディア等々で一般の方が見える形では議論されてこなかったかなっていう気もしているので、うん、あの基本的にはいい方向だと思ってます。なるほど。木村さんはどのようにお感じですか。うん、そうですねこれ議論をやっぱり民法を正しく理解してほしいなというふうに思います。その上で議論。 欲しいと思います、うん でちょっと今日はあは準備をしてきたんですけれども、はい、の選択的夫婦別姓で明治以来の伝統が破壊されるうんぬんという人がいると思うんですけれども、はいうん、これは完全に誤っています、うん、明治時代に作られた家の氏の伝統というのは、新憲法施行、うん、すなわち1947年の段階ですでに終わっておりますので、うん、明治以来の伝統って言ってくる人は、まず嘘をついてると思ったほうがいいですという話をちょっとあのしようかなと思います、うん、1947年にもう明治以来の氏の伝統は終わ,ってます終わってるんですね。 で昔の民法は家制度というのを採用しておりまして、うん、家制度における家っていうのは親から子へその子からその子へと無限に伸びていく親子の共同体なんですけども、うん、全ての親民がどこかの家のメンバーであるということが大日本帝国と明治民法の大前提でした、うん、で家制度の下では宇治というのは無限に引き継がれていく家の名前だったわけですね、うん ここ、まあ、こういいイメージを今もも持たたれれれててるる方がいるかもしれませんこれはなくなったってことですで、うん、妻の氏っていうのはもともとの民法は妻家ではよそ者扱いですから、うん、強制的夫婦別姓で嫁入り,嫁入りしてもですね元の氏を名乗らせてもらえなかったんですね、うん、あ元の氏しか名乗らせてもらえなかったと、うん、であのただ家に新しい家に入ったのに別うじのまんまだと、うん、これはやっぱり家制度の下ではすごく不便だということで1898年の改正で、まあ、夫と同じ氏、まあ、正確には家の氏を名乗れるようになりました。 だからもともと明治の夫婦同棲っていうのはどっちかというと女性差別解消のために行われたということがあります。うんうん でただ戦後日本国憲法はで家制度というのを完全に廃止しまして家族というのは無限に伸びていく親子の共同体ではなくて個、うん、個人と個人ととが結びついいいてて新しくく作っていくものだという,ふうな考え方を採用しましまた、うん、なので現在の憲法と民法のもとでは夫婦の氏というのは明治以来の家の氏では全くなくてで夫婦とどちらかの氏と同じなんですけれども婚姻時に作られた全く新しい氏なんですね。がら田村さんが結婚し,ました で、はい、あの妻が田村さんになりましたと言っても。うん、田村さん、あの、あつさんの氏も含めて、そもそもそれは新しい氏が。田村っていうのは引き継いだように思われるけど、うん、新しい氏がここに与えられたってことです。ああ、すごい。確かに結婚した時に、本籍を変えたりとか,か,、ねか。戸籍を作る。ね、作りますよね、うんうん、だから、現在の婚姻で入籍っていうのは全く間違った言い方で。うん、新しい戸籍を編纂したとか、まあ、漱石、つい、籍を作るっていうのが正しいんです。籍が、だから、増えて。 新しい戸籍があ<ー>だ今皆さんが使ってる氏というのは本人かあ,のあるいはご両親が結婚した時に新しく作った氏で、うん、先祖伝来とか昔から続く家の氏とかでは全くないというのがへえだったらじゃないですか <laughs> これを仮に僕がこう、えー、と選択的夫婦別姓に の反対導入に反対している人が今の意見聞いたら、何て言ってくるんですか。何 <laughs> て言ってきそうですか。多分あれですよね。その理論的にはそうかもしれないけど、うん、やっぱ同じ名前だから。伝統的に続いてるっていう風に感じちゃってるから、うん、その感覚が重要なんだと。うん それでもめ明治の時の宇治制度はもう終わって,るしわってもお前はもう死んでるということです <laughs> そうですよねでそうなると<の>あの結婚した時に自分の席を作った時には新しい僕は田村という名字をもらってるので新田村なんですね<え>わざわざ「新」をつけないけどでも法的な解釈だとそうなんですだから誤解を解いてあげた方がいいと思うんですねあなたの宇治は新しくご両親彼たが結婚した時に作られたものですからねとうーん 大々こう受け継いでるものではないんですよって,、ね、っていうことです。ねちょっとものす。ごい雷にうたとです。島田さんどうですかまたなんか新たに、ね、じゃあじゃあってことになりますけどね、うん、選択的夫婦別姓。性がこう新しく作られてるっていうイメージは私も思ってなかったので、うん、でうん,なんかそのどう自分の性を聞いて 変えたくないっていう気持ちって結局その連なってきたから自分は変えたくないっていうのと自分が生まれて以来この使ってるから変えたくないっていう気持ちが両方あると思うんですけどその変えたくないっていう気持ちは男女両方持ってるんであってそれを両方尊重し入るような制度ができればいいと思うんですけどその連なってきた名字を使うんだって言いたい人は多分自分の名字を。 維持したいっていうところまでしか思考が回ってないのかなって思ってますね新しい氏なんですよっていうのを言ってあげたいですね <laughs> 新しい氏なんですよって思っます <laughs>、うん、岸田総理がちょっとこうニュアンスを緩めたというか、はい、まあ選択的夫婦別姓に関しては岸田総理は賛成派の意見だったのがもともと議連にも入ってらっしゃるような<笑><笑>そうですよね引き続きしっかりと議論すべきっていうぐらいこうだいぶね こう柔らかい表現に変えてきましたけど寺原さん、はい、その辺りはそうですねいいです多分ご自身の信念としては本来は賛成だと思うんですけども、うん、なかなかそれが今言えないっていう状況なんだろうと思いますが、うん、でもさっきの,その戸籍の話でもよくその、えっと、戸籍のシステムをすごく大きく変えなきゃいけないから、うん、何年も時間がかかるしものすごくお金もかかるんだみたいな、うん、だから慎重にっていう話出るんですけどそれは全く間違いで、うん、実はあの平成8年にすでにその選択的夫婦別姓を、うん 導入する法案を法務省が作っていてで翌年の平成9年からもう実行できるように、うん、戸籍のシステムも精査が済んでるんです、ねうん、でそれによるともう何回も国会で法務省の方が答弁してるんですけど、うん、今の戸籍システムでもうそのまま使えると。うん あの今単に筆頭者田村篤司、はい、で夫篤司妻何とかって名前だけなんですけど、うんうん、そこを単に筆頭者田村篤司、えー、夫田村篤司妻何とか何とかって、うん、単にその, <laughs> あの名字を名前にくっつけて書くだけの話で。そっかだから筆頭者のとこだけどっちにするかだけ選べばいいしこれどっちでもいいし。 であの今、実はその私、戸籍の使用書っていうのも確認したんですけど、はい、あの今の時点でもその旧姓が、うん、あのちゃんと検索できるように戸籍上は残ってるんですね、ね戸籍上も、うん、結婚して同姓になった後も、うん、だからそれを単に見える化すればいいだけの話なのでということは何回も国会で答弁されていて、うん、今すぐできますっていう。<laughs> なんですね逆に通商使用の拡大の方がもう何百億もお金をかけているので、ちょっと税金を使ってうぬーとかっておっしゃる方、時々いらっしゃるんですけど全く逆ですよって申し上げたい通商使用の方がお金もかかるし手間もかかる。はい、はいはいうん。木村さんはどうですかこのあの岸田総理のちょっとね、あのだいぶあの姿勢を緩めてりますが。はい。あのまあ。 いろんな人の話を聞くのは大事ですけど、うん、聞くべきでね話を聞かないというのも首相としては大事な <laughs> あの責任ですねなるほど話を聞くっていうね、えー、総理ではあるけど、はい、やはりまず法律の先ほど解説した法律の基本法律を読むところから始めてほしいと思いますねそうだって全く揺るぎようのない法律でそう,そう定められてるんだから、はいはい、それ以上のことは逆に議論の余地がないってことですよねあの偶然なんですけど明日私沖縄タイムスというところでコラムを毎週書いてるんですけどそこで今お話、はい、先ほどお話しした宇治に ついての解説を出しますので、はい、ぜひ総理もそれを読んでいただいてですね、<laughs> 勉強していただければと思います。<laughs> そうですね。ちょっとあのいつかわかんないですけど、僕武田さんと対峙しなきゃいけない。対峙って言うとまたなん V.S 構造になってしまうけど、<laughs> まあ武田さんの意見を聞いたときにやっぱり自分の意見は。 あの疑問に思ったことはぶつけていきたいなと思うんで、二、うん、人からぜひあのいろいろと勉強させていただきたいと思います。お電話いただければ <laughs> あ電話いいですか。すあじあ <laughs> テレフォンが二回使えるということで。でこの後お二人この後二時半以降ですね二、はいね、時台にもご登場いただきますが、はい、皆さんからもあなたは選択的夫婦別姓に賛成ですか反対ですか。はい、えぜ、ー、ひとも理由も添えてメールファックスお待ちしています。はい。 さあツイッターちょっと紹介したいと思いますがこちら賛成ですね選択的夫婦別姓、えー、反対する理由がない外国はほとんど別姓では手続き的なところだと女性が結婚して夫の姓に変わると銀行口座やら保険やら変更しなければならなくて大変職場でも旧姓を名乗り続ける人もいれば新しい姓を名乗る人もいる個人的には名字にはこだわりがないパン・オ・ショコラさんですね。まあ まあこの方はね名字にはこだわりがないっていうことですけどまあ僕は新しい氏をもらってその氏にはこだわりたいなと思います <laughs> 新しいたなんです新新田田村そ<う>新田村ですからね <laughs> ここを本当抜け落ちてると議論があったで伝,統伝統的伝統的ってなるけどいや伝統がないんですだって僕の代から始まってるからってことですよね。うん、まあこれ逆にあの伝統だから別姓を名乗りたいって言ってる人もちょっと誤解なんですよってことに にもなるほど。